いや大丈夫だからみたいな、ゆっくりやれば大丈夫、なんでこんなところでガチャガチャ、なんでこんなところでガチャガチャ、怖っ。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平の怪談巡り、皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。チャンネルメンバーシップの方もあります。ぜひよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録、グッドボタン、コメントの方ですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ今回もですね、来てくださいましたお化け座よりですね、深津さくらさん、そしてちびる松村さんです。お願いいたします。お願いします。お願いします。いつもはこちらに和田さん、そして伊勢海若さんもいらっしゃってね、はい、4人組ということなんですけども、はい、ぜひ皆さん YouTube チャンネルお化け座、はい、概要欄貼っておきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。今日はですね、ざっくばらんになんか話していこうということで、はい、井戸端お怪談、はいはいはい、なんかあの他で話すほどでもないよなとか、まあ、オチもないんだけどなとか、はい、まあ、そんな話とかもね、いろいろこう話せたらなと思うんですけど、はい、なんか最近興味がある分野とかってあります？あ、それで言うと、あのちょっと不思議なこと、気になってることがありまして、うん、はい、あの去年の秋に初めて出雲大社に行ったんですよ。初めて、はい、で田中さんと行ったんですけど、そこであの田中さんの付き添いみたいな感じで行って、で私その時ちょうど怪談最強戦の決勝に行くっていうことが決まったタイミングだったので、うん、あの優勝できますようにってお願いしてたんです。で結果優勝させていただけたので、去年の12月にあのお礼参りに行ったんです、はい、出雲大社で夕方ぐらいにお参りして、ありがとうございましたっていろんな文社にも手を合わせて、でだいぶすっきりした気持ち で車に戻ったんですけど、駐車場だいぶこう広々閑散としたところで車乗ろうと思ったら、周りに誰もいなかったんですけど、まあ2メートルぐらい離れたところから大きい犬のハッ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 っていうこの息の呼吸の音が6回聞こえたんですよ、うん、で犬って思って周り見ましたけど、全くいなくて、いないんです、ね、犬いなかったんですよ。でもすぐそばでこうハーハー言ってるように聞こえるんです。しかもそれが小型犬中型犬ぐらいの大きさじゃなくて、うん、結構大きいんです。しかもその音の出所っていうのは、多分私のこの立っている目線の高さぐらいだったんですよ、うん、むちゃくちゃ大きい犬、目には見えないけどそういう犬がすぐそばにいるっていうような感覚を覚えたんですね。で出雲大社と犬って何か関係があるんだろうかと思って調べたんですけど、はい、なんかこれというのを私は見つけることができなかったんですよね、うん、でちょっと怖いなと思っていたタイミングで、あの年変わりまして翻訳に突入したんですよ、ね、19と、数えて33と36か7にありますけど、はい、その中でも一番強いところ そのまさに翻訳のところですよね、うん、でなんかあるかもしれんと思っていて、今この厄年が怖くて怖くてしょうがないんですよそういうなんかちょっと不気味なこの存在も近くに来つつ、なんかそういう厄年、まあでも、まあ、僕ほらあの占いとかもやってますからね、はい、なんかそういう方もなんか好きなんですけど、はい、まあ、やっぱりあの厄年っていうとね、だって前役後役入れたら女性って30代ほとんど役年じゃないですか。そうなんですよね。だからあんまり気にしすぎることないんじゃないかなとか、あとはまあ男性も女性もやっぱこう体調が変わりやすい、はい、少女からとかね、まあ、少年からとか青年へとかね、うん、とこうなんかっていうなんか時なんで、まあ今健康に気をつけましょうねぐらいでいいとは思うんですけど、役年もいろんな説があって、そう言って良くないことがあるから厄年っていう説もあるんですけど、もともとあれ字が違ったって話があるんですよ。厄の厄っていうのが役所とかお役目の厄っていうの年、はい、これ何のお役目かっていうと、まあ、あの氏神様ってありますよね、はい、で昔はこう氏子たちがいて、うん、みんなでこう自治体を作ってるんですけども、その年になった人が神様に1年お仕えするお役目を、まあ、授かる年が厄年なんですよという、そういう説もあるんですよ、はい、でよく厄年ってこう真摯にね誠実にこう生活しなさいよって話があるんですけども、だって神様にお仕えする年なので誠実にいつも以上にこう清く正しくいきましょうねっていうところから来てるっていう説があるんですよ、はい、で考えると厄年っていうのは一番神様の近くにいられる年、あ、なるほど、でもあるので一生懸命しっかり努力をしてちゃんと生活してれば、
まさにこうね、役者の世界では当たり役に出会えるとかも言いますけど、そういう素晴らしい役目にもこう出会えるような飛躍の年にもなると思うんで、うん、むしろいいことだったんじゃないですか、その神様がこう来てるっていうようなことで。もうこちらにこう来てくださって、うん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 、で会いに来てくださったみたいな、あ、そうお伺いするとちょっとこう不安が消えて楽しみになって、しかもだってチャンピオンになったっていうところでね、うん、やっぱりまたこうステージが上がってるわけで、はい、ここでまた世界がどんどん広がっていくっていう、はい、すごくいいまた大役を、あ、ね、授かるっていういい年なんじゃないですかね。はい、いや、そうですね、ちょっといいことをいっぱいこう数えて、うん、でなんか悪いことあったら全部階段にして、そう、僕らいいのがね、嫌なことあったらこれ階段にできちゃうっていう、そうですね、はい、これはすごくなんかありがたい職業だったりしますよね。はい、はい、うん、あ、でもまあ気になりましたね。そうなんです、確かに、いつか謎が解けるのかなと思ったりしてます。出雲大社っていうとやっぱりね、ウサギの方はイメージありますけどね、はい、犬ってあんまりイメージないですよね。そうなんですよね。稲荷神社と犬は仲悪いっていうじゃないですか。だから本当に不幸なこと続いたら、本当に稲荷神社の方に行きまくるっていうのはどうですか。なるほど。戦わせる。縁を。そうそう。VS させるっていうことで。だって実際長野県にですね、いまだに、うん、犬を飼っちゃいけない集落があるんですよ。面白いですね。犬飼っちゃいけないって意味わかんないじゃないですか。集落ぐるみで。そうなんです。だから隠れて犬飼ったりすると、本当昔はですよ。何やってんだってこう犬こうグッてこう引き剥がされてとかっていう、だからまあ外で飼いなさいみたいな、外ってその集落の外で、だから親戚とかでもうそっち面倒見させなさいとかっていう、もう取り上げられちゃうぐらいで、もっと前だと隠れて犬飼ってると、その犬がもう本当に心ないことにされちゃうみたいな、それぐらいこうその村ぐるみで絶対に犬を中に立ち入らせない、犬を飼わないっていうのが未だに続いてるすごいところあるんですよ。これ何かっていうと、うん、以前江戸時代にこの村で大きな火事があったんですって、はい、でその時にこの村ではですね、そのお稲荷様、はい、神社があって、みんなでこう信仰の対象になってたんですけども、そこにすいません、もう火事が起きないようにぜひ村のことを見守ってください、うん、夜も見回りをお願いします、その代わりあなたが嫌いな犬は絶対にもうこの中に入れません、飼いませんからってことを江戸時代に約束したんですって、はい、だから未だにその風習が残って犬はそこでは飼わないっていう、だからやっぱりこう狐と犬が仲悪いってところから来てるっていう風習なんですって。面白い、狐と犬、なんかどこかでその世代交代していったら風化していきそうな気もするんですけど、犬を入れた途端に何か起こらなければそういうふうに守られてこないんじゃないかっていうふうに想像しちゃうんですよね。なので未だにその力も続いてるんだろうなって気がします。なんかね、もともとよく分かんなかったことかもしれないけど、それを守ったことによってそれでこうグーッと来てるからっていう、なんかそこにそういうまた何か力が働いてるんじゃないかってことですよね。 あとなんかどっか島国、島、佐渡島の方かどっか、もうそこなんか犬ダメなところあるんですよね。あ、そうなんですか。島全体にもなんかもう犬持ち込んじゃいけませんみたいな、それはなんか神話の世界かなんかで、はい、ちょっと本当ちょっとうろ覚えなんですけど、なんか神様がこうなんか逃げてたと、その時にこう隠れてたんですって、はい、そしたらそこに犬が来てワンワンと吠えちゃったことで神様は見つかったみたいなことがあったから、なんか犬ダメみたいな、はい、それが未だにっていう島もあるみたいですね。すごい、佐渡島はタヌキ信仰が盛んなイメージがありますね。なんか僕も佐渡島の話は 2つぐらい聞いたことあって、やっぱその村で神隠しみたいなことが起こるとやっぱタヌキの仕業だっていう人が多いらしくて、あるおばあちゃんがこう認知症になってしまって、もう町を徘徊してたんですよ。でもみんな知り合いなんで、そこの町は小さな町だったんで知り合いなんで、まあそのことをずっと別に悪く言うこともなく、もう見守ってあげてたんですね。でもある時いなくなっちゃって、でこれは大変だってことで村中探したんですけどいなくて、で最後に目撃した人が山の方に行ったっていう、めちゃくちゃやばいじゃないですか、はい、でみんなで山の方に捜索しに行って、で見つからなかったんですよ、うん、で2日捜索してもうダメかもしれないって言って、で3日目帰ってきたんですね。で、あ、帰ってきたって言って、で見たらニッコニコの笑顔で大量に野菜持って、服一切汚れてない状態で帰ってきたんですよ。え、で無事だったんですけど、無事だからいいねってなったんですけども、うん、3日間山にいて服一切汚れてないで大量の野菜を持っているこれはもうタヌキの仕業しかないって言って
その町ではタヌキの仕業となっていると言い伝えられているらしくて、はあ、そのタヌキとまあ狐じゃないですか、人を化かすね、はい、もう代表的な存在って、はい、あのこう噂がずっとこうなんかいろんな場所でこう残ってるってことはやっぱ何か、ね、何かがなんかあるんでしょうね、あり続けるからありますよね。で特にその昔はなんかこう精神的に不安定な状態になることを狐つきっていうね、狐、うんうん、に疲れたんだとかっていう言い方するところもあったりしますよ ね、 ありますね。山の方で多いって言いますね。ただあの、まあ、もちろん狐つきってグーグルで検索すると、例えばあの西洋の医学が来る前のその錯乱状態のことを狐つきと言いましたって書いてあるし、僕もずっとそう思ってたんですけど、やっぱ取材してるとあの共通点があって、うん、あの狐つきに会った人の話ってみんなやっぱ暴れるわけですよ、まあ、錯乱状態ですよね。でその中の過程で人間じゃ考えられない跳躍力を得る。ああ、そう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 。でそこに関してだけまだ未だにちょっと不明だなと思って、あのでも繊毛って言って大きな手術した後のお年寄りの方とかがあの自分じゃ考えられないパワーとかリミッターが外れちゃうみたいなことがあるから、うん、ジャンプ力がめっちゃ上がるってことがあるのかなと思って、あの階段階って精神科の方いらっしゃるんで、はい、2人ぐらいいるんで、あの僕 DM と LINE 送ったんですよ、うん、そしたら2人ともそれはないですと、はい、やっぱでもう普通に考えたらそうなんですけど筋肉が追いつかないって言ってて、ああそっかと、脳が指令出したとしても筋肉は追いつかないからって話をしてて、まあ、もうちょっと具体的に話してくださったんですけど、ちょっと僕の記憶力が今追いついてなくて、まあ、そんなようなことを話してくださって、だから狐つきの跳躍力に関しては未だ不明なんで、僕は怪異だと思ってるんですよ、うん、あのコックリさんだってね、まあ、狐がとかって話もあるし、はい、急にコンコンね吐き出したみたいな事例がとかって話もあったりとか、あと、まあ、低級霊が集まってきたとかっていうのもありますけどね、うん、でもなんかやっぱり狐つきみたいな状態とかっていうのはなんかそういうことなんですか ね、どうなんでしょうね。やっぱ身体能力が上がるって聞くとちょっとワクワクしますよ ね、なんか口寄せとかそういうのなのかなって、ちょっと漫画的な表現になっちゃいますね。なるとね、あの引っかからないドーピングっていうね、うん、そうですよね、はい、私使いこなせるなら使いこなしてみたいみたいな。いやですよね、わかりますよね。スポーツ選手とかそれでこう記録が飛躍的に伸びるみたいな、ね、ドーピング検査引っかからない、引っかからないですよそれは。はい、こっくりただ錯乱状態なんでスタートとか守れないかもしれない、守れないか、守れないですね。どこで活躍できるだろう。あと顔とかがキュッて引き上がるかもしれない。あ、そう、顔引き上がるって言いますよね。目がつり上がるとか言います。あと四つん這いで飛ぶって言いますよね。ああ、そういう競技があったら最高ですよね。最高ですね。取り憑かれ。あと逆に あれこの人急に記録伸びたなっていう時に顔が狐っぽくなってるとかってなるかもしれないですよね。あ、確かに。あのなんだっけな、なんかでも売れてる有名人とかって結構狐がついてるんだっていうね、こと、はい、あって、で、その人がね、この人もこの人も結構顔狐っぽいでしょとか言われると、あ、確かになんか狐顔ですねみたいな、はい、いますよね、狐顔。めっちゃいいですね。ちょっとお化け座からも一人代表して、はい、取り憑かれてみますか。ああ、狐、ああ、確かに一人ぐらい取り憑かれても大丈夫かもしれない。実験してます、はい、実験いいかもしれないです、ね、次の最強戦で一番最初に負けたやつ、キツネつきの刑で、なんかやっぱりこうなんかそうなった時大変じゃないですか、キツネの天敵って、はい、まあ、犬もそうなんですけど、やっぱ狼なんですって、はい、あ、そうなんですね、はい、そうなるとあの秩父の三峯神社って駒狼、はい、狼がね、神様としてこう祀られてますけど、はい、あそこってあの、うん、お守りに木、あの気持ちの木、はい、中が米ですけど、うん、木守りっていうのがあってめちゃめちゃ有名なんですよね、はい、昔は毎月1日が霧の箱に入って白い木守りがあって、うん、これがもう人気すぎて渋滞になっちゃうからもうこれ販売もなくなったんですけど、まあ そうですね、はい、まあ、そのぐらい木がめちゃめちゃいい木が充満してるっていう場所と言われていて、うん、昔狐つきに会ってしまった、まあ、今でいうちょっとこう精神的に不安定になった人がそこに行くと、まあ、元の木元気になれるとか、はい、またねその狐が追い払われて、まあ、正気を取り戻すみたいな場所でもあるんです、はい、でもそれってきっと狐が狼に追い払われてるってことですよね。確かに。だから、はい、お化け座の方で狐に疲れても、はい、三峯神社に行けばまた払ってもらえるんで、実は行ってますね僕すでに。あ、三峯、僕は去年行って剣族の儀式に参加して剣族の狼つけさせていただいてるんで、ちょっと狐つけないですね。狐つけないですよ。で和田さんもダメなんで、あのもうあと2人しか残ってない。2人私か
伊勢海老しか残ってないんで、もしかしたら私があの次お会いしたら顔をすっごい引き上げるかもしれない。いやただね、お化け座としてもやっぱりね、もう今チャンピオンにね、そういう、まあ、実験をさせなきゃいかないので、でもこれ伊勢海老さんにやっていただくという方向が濃厚かなと。そうですね、大分で、はい、あの結構お家もすごい自然豊かなところなので、錯乱状態になっても被害は少ない。大丈夫大丈夫、山の中駆け回る。そうそう、あ、いいかもしれないですね。近所迷惑もなりづらいかもしれない。なりづらいですね。はい、もともと深夜にあの山の中徘徊したりするタイプなので、うんうん、あ、もう、あ、もうめっちゃタヌキ顔ですけどね。細かいですけどタヌキ顔なんですよね。でも三峯神社いいですよね。三峯神社すごいです。もちろん素晴らしい場所もありますし、今年辰年、はい、ね、あの手水社っていうね、はい、こう、まあ、お参りする前にこうね、身も心も清めるってあのね、うん、場所ありますけど、あそこの石畳にね、はい、竜が今浮かび上がってきてるっていう。あ、そうですそうですそうです。でこれがあの12年前の2012年の辰年から浮かび上がってるっていうのがね。でまあ、また今年も辰年ですけどもね、また今再注目されてるっていう、うん、この写真これですけど、はい、これね、はい、本当に龍のこう顔がねビッとこう出てるっていう、うん、まあ、これもね大人気スポットになってますよね。そうです、はい、結構あの分かりやすく、あのここでそうで浮き上がったところですよみたいな感じでパネルが置いてあったりとかするん で水こぼすとまた余計こう浮かび上がってくるんですよね。あ、それは知らなかった。そうなんですね。濃くなる。そう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 、面白いですね。はい、あとなんかあの隠れスポット、僕散策したんですけど、隠れスポットみたいなところがあって、あの展望台みたいなところがあるんですけど、その端っこに山道があるんですよ。崖、片方崖で落ちたらもう危ないみたいな、うん、なんかちょっと道っぽかって気になったんで行ってみたら、もう一個隠れた鳥居があって、後から聞いてみたらそれは山の神様で、三峯神社とは別で、もともとそこで山のお仕事された方、あの漁師さんとかが、祀ってた神様の神社も一応あって、うん、で今は三峯の方々がそこを管理してるって言ってました。たまたま見つけたんですよね。和田さんはそんなとこ行かないって言ってましたけど、和田さんはなんかもうだるそうに帰りたそうにしてたんですけど、僕は行きましょう、ここなんかありますよ、こっち絶対って言ったんですよ。行ったらありましたね。めっちゃテンション上がりました。いやちょっと面白いですね。めっちゃ三峯いいですよね。うん、まあ、神社仏閣ね、はい、やっぱり まだこのね年始まったばかりですからね。そうですね。ちょっとこう行ってみるっていうのはすごく大事ですよね。はい。でなんかあのあれ、はい、有名な話、こうお参りした時に風が吹くとね、はい、これはすごくいいサインだって言って、こちらからこちら側に吹くと、願い風って願いが神様に届いたサインですよ。でもっと言うのが、向こうからこっち本殿の方から吹いてくると神風って言って願いが叶うサインですよみたいな、うん、でそれこそあの伊勢神宮で、はい、以前芸人さんが女性アナウンサーの方とここにロケに行ったと、はい、でちょっとこう布がこうかかってるんですよね、はい、でこの話も知ってたんで芸人さんがもうなんか粘るんですって、もう風吹け風吹け風吹けちょっとでもこうめくれろめくれろみたいな、待てば、はい、いくらやってもダメなんですって。あ、やっぱりなかなか難しいですねって言った後に、最後女性のアナウンサーの方が、じゃあ私も一応お参りしますってお願いした瞬間にブワー、突風みたいな感じでもうめくれ上がっちゃうぐらい、はい、しかも神風なんです、向こうから吹いてるんですって。で、これすごいじゃん、なんかいいことあるんじゃないの、あ、そうですね、楽しみですねって言ってたんですけども、はい、実はこの方、その時はまだ発表できなかったんですけど、そのもう翌日翌々日ぐらいに、うん、まあ、大物のお笑い芸人さんとの結婚が決まってて発表があったっていう方なんが、はい、元フジテレビの中村アナウンサーだった、大竹さんの奥さん、すごい、はい、なんかすごい風が吹いてたとかっていう、お祝いの風だったんですかね、すごい、はあ、もう頑張ってたんじゃないですか。かもうこちらにこう息届かせようとして、かしかも向こう側からだったら神風だったんですね。いや、いいですね、キツネ、タヌキ、犬、うん、全然細かい話で、戸隠神社で、ちょっと、はい、戸隠神社の周辺で、あの有名なあのハイキングロードが周りにこう囲うようにあるあの池があるんですけど、はい、そこにあの鳥居がこうブワーって並んでるとこがあって、でそれはあの地元の人とは別の団体があの独自に建てたもので、まあ、なんか賛否両論は一応あるらしいんですけども、あの立派なすごい鳥居の綺麗なところがあるんですね。そこが夜になると、ね、上半身キツネで、か体の半分キツネ、下半身タヌキがのキメラみたいなのがその鳥居をくぐったり戻ったりするっていうのがよく目撃されてて、で目撃談だけじゃなくて足跡もついてて、で地元の人は足跡を見たらこれがタヌキでこれがキツネって分かるらしいんですって、で見たらやっぱり半分、キツネ半分タヌキなんです
らしいです。めっちゃ面白いですね。めっちゃ面白い。地元なんでなんかすごく感じが、長野県なんで。はい、そうなんですね。ちょっとなんでしょうその話。それすごいですよね。鳥居がブワーって並んでて、そうなんですよ。そういう話聞きましたね。戸隠めちゃくちゃ階段ありますよね。ありますね。すごいロマンが。じゃあります。でも怖いとか呪いとかそういうのじゃなくて、やっぱあの神様っぽいというか伝説っぽい話がいっぱい僕も取材したことあったんで、うん、でなんかあの江戸時代とか、はいはい、徳川家の庇護をすごく受けてた神社なんですけど、これがなんでかっていうと、もしかしたらその徳川に、まあね、味方してましたけども、うん、あの真田家をそこからこうずっと見張ってたんじゃないかっていう、うん、で戸隠忍者とかっていうね、はい、ちょっと僕戸隠の話だけいっぱい聞いて、戸隠伝説の本だけ持って行ったことないんで、ちょっと今年の目標それかもしれない。全然案内しますんで。あ、本当ですか。はい、めっちゃ行きたいですね。もうあの長野駅から10分5分で善光寺、はい、そこから 3,40 分で戸隠神社っていうね、2つルートがあるらしいですよね。よくご存知ですね。修道と七曲り、そうで七曲りの真ん中に御神木があって、そうでそこの夜にあのスキーにあの男女2人で、まあ、幼なじみらしいんですけども、スキーに行こうって言って、で夜で、あ、ここ街灯がほぼないと、はい、だからあの新しい道の方が遠回りだけどそっちから行かないかって話してるのに、はい、あの大丈夫だから地元だからっつって七曲りの方行ったんですよ。だから御神木の方を通り過ぎたところであの車がエンストして、うん、でまあもちろんカーブが多いんでね、それで演出したのかなと思ったんですけど、すごい運転してる男の人がテンパっちゃって、なんでこんなところで、つってこう鍵をガチャガチャしだして、いや大丈夫だからみたいな、ゆっくりやれば大丈夫、なんでこんなところでガチャガチャ、なんでこんなところでガチャガチャ、なんでこんなところでずっと同じことを繰り返しだして、いやでそういう冗談いいから大丈夫だからって、なんでこんなところでガチャガチャ、なんでこんなところでガチャ、いや大丈夫だからもう冗談いいからって言ってるんですけども、さすがに冗談の域を超えるぐらいこう繰り返したらしくて、でちょっと手止めようと思ってやってるんですよ。手振りほどいて、なんでこんなところでガチャガチャってなって、これはもうどうしたものかと思って目の前で手をパンって鳴らしたんですよ。パンって鳴らしたら、なんでこんなことでガチャガチャ、なんでこんなことでガチャガチャって2回ぐらいやって正気に戻って、あ行こうかって言って車なんとか、まあ、車なんかもう一回あの復帰したらしいんですけども、走り出して、でその後にその話しても、は、何のことって言って、あ、本人記憶ないです、まあ、もちろんパニックって錯乱状態だったかもしれないですけど、同じことをずっと繰り返したってめちゃくちゃ怖いなと。怖いっすね。すごい。そう、とかバグったみたいな、バグったみたいな、うん、どっちなんですかね、あの本人がバグったのか、その女の人の方が同じ時間をずっと、うわ怖っ、怖い、面白い、自分が戻ってきたのかもしれないです、これで。閉じ込められる。はい。うわ、面白い。面白いですよね。女の方の方がっていう、そうそうそう、目線で見るとまた一気に怖くなる。どっちか分かんないですよ。いや、七曲がりって言って、ほんとすごい、こんなくねくね行くっていう山道があって、途中のど真ん中に木あるんです。普通だったらこれ切っちゃった方がいいじゃんと思うんだけど、やっぱりまあ切るといろんなってことで、まあ未だに残ってるんですけど、はい、地元じゃないですか。何回もロケなんかでも行ってるんですけども、絶対絶対に酔いますね。あの瞬間にスマホとか見たらもう終了っていうぐらい、そこから全員みんなもうスマホ置いて、この七曲りが終わりまではしっかりこう景色見て乗り切ろうっていうぐらい、ぐにゃぐにゃの道。でも七階段好きだったら七曲り必須ですよね。必須ですかね。そう、七曲りちょっと通り過ぎたところでは、あの真冬にあのおばあちゃんがこう横切ってて、腰が曲がったおばあちゃんが、で地元の人だったんで、あの知ってるおばあちゃんかなと思って、あの一人で歩いてるの不思議だったんで声をかけようと思ってパッて振り見たらもういなくて、うん、で横切ったんですけど、冬だったんですんで雪がめちゃくちゃ積もってるわけですよ。だから雪から雪に移動したんですよ。だからありえないわけですよ。わかります。だから雪の中から出てきて雪の中に消えてたんですよ、おばあちゃん。みたいなことも戸隠の七曲りの先で起こったらしくて、すごい、みたいな話、細かいのもいっぱい聞いてて、うわ行きてえなと思って、いやちょっとご案内したいですね。いやもう長野他にもね、諏訪大社さんなんかもあったりもしますしね、はい、あのゼロ地場文具峠なんかもあったりもしますから、ちょっとなんか長野本当ね、か案内できたら、ね、はい、そば食べて、はい、うわ最高じゃないですか。ぜひぜひ、はい、またね、はい、今日はなんかあの、はい、井戸端を階段ということで、はい、階段っていうかなんか、すみません、なんか途中ずっとなんかもう僕もなんかお化け座に入った気持ちになっちゃった。俺喋ってんなーっ
っていう、せっかく来ていただいたのになんかすげえ喋ってな自分がっていう。いやでも座談会とかですごい楽しかったです。はい、すごい楽しかったです。はい、仲間感が。仲間感がありました。すごく楽しかったです、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、YouTube チャンネル、ぜひね、もう一度ちょっとね、紹介をお願いいたします。はい。はい、おばけ座という YouTube の、チャンネルをやっております。私とちびる松村さんと、和田さんという、京都で建築をされている方と、伊勢海若くんという大分で階段出場している。の4人で語っております。ぜひぜひこの、怖くて面白くてへんてこな階段を愛するこのお化け座というチャンネルご覧いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、概要欄貼っておきます。ぜひ皆さんチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今回ですね、お化け座より、深津さくらさん、はい、そしてちびる松村さんお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。